もすぐに。イエーイ。というテーマでございます。ワンワンスオーバーさん、ありがとうございます。こんな京都から大阪まで呼んでいただいて、とてもとても嬉しいです。なかなか大阪来る機会は仕事以外はないですからね、本当に。どうでしょう、二十歳の方には最大の苦労があると思いますが、30歳になってみるといろんな苦労を10年で抱えてくるもんだなと思っていました。この場にいる皆様はそれなりに経験をされてるんでね、きっといろんなことを思って毎日暮らして終わるんでしょう。大変ですね、人生っつうのは。そう、今ピークです。僕多分今人生で一番楽しいんじゃないかって思うぐらい幸せなんですよ。わかんないでしょうけどね。そう、ハッピー30歳の扉をもうすぐコンコンと開けるわけでございますが、何が楽しみって、やっぱりおっさん臭いこと話しますけど、やっぱ子供が可愛いです。娘が本当に可愛くて、娘がいるんです。可愛いんですよ、本当に。他の子が猿でしか見えないんですよ。こうやって人の悪口を堂々と言えるようになったのも30年間堂々と生きていたからだと思うんですよ。はい、まあそうですね、せっかく大阪に来たんだからって思って1時間車を運転してきたんですけど、何にも思いつかなくて。どうでしょう、でも久しぶりにあのワンワンスオーバーの、しこちゃんにはお会えて、すごく元気にしてるんだなっていうことを思って、黄色い帽子かぶってるんじゃないかとか思ったりしてね。やっぱり人は変わっていくもんだなと。そうですね、こうなんか音楽に対してこういう気持ちがあるっていうことをかっこよく語りたい僕なんですけども、30年間やってきて何にも思いつかない。どうでしょうね。まあいいか。というわけで、どこでもいい、全く中身のない歌を一つ歌わせていただこうかと思います。ピンク色のお尻という歌を。すみません、ピンクヒップという歌ございます
ありがとうございます。